三道入り口の鳥居、職沢神社は、宮崎県西臼杵郡高千保町に鎮座する神社。国市見、在社、高知歩行神の論者で、旧社格は、剣社。古くは、串平明神や、串古、大明神と称せられ、また、二条神社、高知歩行神社とも呼ばれており、明治4年に、二条神社を正式社名としたが、同43年に、 食沢神社に服した。なお、が難解な漢字であることから、ひらがなで、串しふる神社と書かれることが多い。また、食沢は、触れの旧字体であるため、串しふるの神社と書かれることもある。本来は、食沢さんを、新大山とするが、現在は本殿を構えて、天神日芝神記念命を主催神として、祀っている。なお、当神社が、国史に見える。 高知穂神とすれば、中世のものではあるが、八幡うさぐる五択先週牧二に,に、高知王は、神武天皇の御子である、かむやい耳の命の別名で、阿蘇の兄神であるとしたり、平家物語牧八著官団に、文豪方氏の祖神を、日向国に崇められた参る、高知王の妙人として、その身体は、大蛇であるとするなどの遺伝がある。愛のに、飴の小屋根の命、普女子命、 太玉の命、竹三和地の命を祀っている。宗師の事情は不詳であるが、職沢山の中原に鎮座指導さんを、神体遺産とするため、長く、本殿を持たなかったという。職沢山は、日本神話の天孫降臨の行われた成績と伝え、日本初期人大管下の天孫降臨団第一の一、書に見える、高千穂の職沢の峰や、第二の一書の、日高千穂の峰、 古事記の、畜死の日向の高千穂の久を降りうたき、日向国風土記一分の高千穂の二条の峰に否定され、古来霧島山と共に、天孫降臨の有力な否定地とされ、霧島神社と並び称された。また、当神社が国史に見える高千穂神であるとすれば、深海の授与が行われたことになるが、縁起式神明朝への記載は見ないままとなったことになる。古来より、 高千穂神社の春祭りに対して、秋祭りを行うなど、同社と密接な関係を持つとともに、社殿を持たぬながらも高千穂号88社の一つに数えられて、旧未体村村民から崇められてきたが、社殿によれば、未体の領主であった、未体師の滅亡とともに荒廃したと伝える。元禄七年に、社殿根流を熱望した高千穂神社宮司が、延岡藩主、 三浦明隆の援助を仰ぎ、高千穂十八号の合民の協力のもと、初めて社殿が混流された。また、藩主内藤氏も祭礼に第三を派遣して、新事領を奉納するなどしている。国士未在者に否定されたため、明治四年に県社に劣せられ、戦後は神社本庁に属している。国士未在者であれば、上和十年九月更新に、角すめ神と共に、 無意から十五意下を授けられ、天安二年十月二十二日に、同じく都農人と共に、十五以上から十四以上に上った。例祭は十月十六日。常日のように、高千穂神社の春の祭りに対する秋の感謝祭で、年占いの意味を込めた、真実相が奉納される。かつては、九州一円から利益キが集まり、高千穂方と来訪法に分かれて、技を競ったという。 本殿は三権者流れづくり道番武器で、胸に地に、かつおぎを置く。平成2年に、高千補城の有形文化財に指定された。括弧内は種別として年月日。ありがとうございます。